おいっす。今回はモブで脇役だと悟った様子ですが、この制服を着てるからには燃える炎を胸に秘めてる系ウマ娘ナイズネイチャーを開けていきます。あっと驚く大勇作でも3着、バーマーヘリオスの爆逃げでも3着、奇跡の復活東海帝王でも3着と、そんな歴史的名レースの有馬記念で3年連続3着がネイチャの代名詞的成績ですね。ただネイチャがすごいのは6歳までのレースではほとんど3位以内なところですね。出たレース全部勝ちなマルジェンスキーみたいな馬もいますが、6歳まで走って掲示板も外さない安定感ある成績はすごいの一言です。積み上げた獲得賞金も同期の東海帝王超えと、無事これ名馬とはネイチャのためにあるような言葉でしょう。さて今回もシリーズものらしく、パッケージング重心といつも通りでしたね。ですが今回の個体は台座に傷や指紋ありとだいぶ汚い感じ。ひっかき傷は削らないと無理でしょうが、プラチナ傷ですから綺麗に整えるのも大変なので今回は服だけにしときます。尻尾は合わせ目が気になる感じ。体は綺麗ですね。しつこいゴミもなさそうですし、塗装も荒いところは見えないですね。良い個体引けました。頭部も髪のメッシュはパーツ分けされてるので塗り分けは綺麗です。では台座をエタノールで拭いてからフィギュアを組んでいきますが、こちらはいつも通りですね。尻尾のダボにバリがありますが、このくらいならかえってきつめになっていいかなと、そのままです。頭はいつも思いますがダボが深いです。奥まで行ったかなと思ったところからさらに入るので、いつも半分くらいダボ切り飛ばそうかしらと思いながら組んでますね。とそんなこんなでナイズネイチャ完成です。では詳しく見ていきましょう。にゃんとも柄じゃない。これはサポカのイベントの名前ですが、ネイチャのことみたいでお気に入りです。イベント自体は猫カフェに行くの柄じゃないみたいな感じですが、キラキラするの柄じゃないとか、主役になるの柄じゃないとか、そう思いつつひょうひょうとした態度でいますね。同期が東海帝王ですから直視できずに目をそらしたくもなるでしょう。ナイズネイチャのウマ娘はそんな状況から肉付けされたキャラですが、イベントでは帝王との絡みも多いですね。若駒ステークスでの直接対決はイベントにもなってますが、史実でも軽くちぎられてゲームでも余裕で抜かれてと、ネイチャも天才はいるなぁと思ったことでしょう。悔しいとは言わなかったでしょうけどね。悔しいと重くならずに脇目にそれたのがウマ娘のネイチャとなってますが、そんなひねた感じの姿の立体化ですね。この制服シリーズは初期中の初期なキャラ紹介、ゲーム内では R サポカになっている絵が元です。ほんのり頬が桜色になっていていいですね。フィギュアは左眉が上がっていて少し凛々しい感じですが、元絵はニャンとも柄じゃないってセリフが似合う表情です。このフィギュアを最初に見た時、モフモフ感が足りないなぁと思いましたが、ユッタツインテを真面目に造形してるからですね。ユッタ流れガン虫で顔との間埋めるほど髪があれば元絵に近くなったと思います。ただ重箱の隅ですから、全体で見たら良い感じのモフモフツインテです。ツインテに持ってきてる髪は頭全域から張った髪でつるんとしてないのが良い感じです。人耳あたりで言ってるので見える耳は馬の耳のみです。ネイチャはメンコ族なので耳覆いがついてますね。カラーリングもおなじみの赤と緑のデザインです。成績が落ちてきたところでメンコ外したら久しぶりに勝っちゃう名馬ぶり、そんなところも愛され要因でしょう。
耳飾りは緑のリボンが巻かれているだけと、シンプルな感じですね。耳覆いは緑の紐が盛り上がってましたが、このフィギュアでは平面です。緑のスペードが5個連なったような模様になってますが、元絵では紐を組んでる形状です。ネイチャも制服はきっちりした着こなしですが、思うところがありそうですね。せめてフリルなくせんかね。この2杯割と度胸がいるわけよ。どうやら可愛らしいのが気遅れしてるようですね。そういえば制服だとタイツやハイソックスと足元はバリエーション豊かなのが学園ものの定番ですね。ウマ娘の子たちは靴も全員ローファーですし、よくよく考えるとスニーカー娘もいないのは統一されすぎ感ありますね。ただまあ自主性に任せた校風ではあるようですからね。ミラーボールかと言われはしますが、指導で没収とかもないですしね。先生に君はミラーボールかって突っ込まれて受けてやめた。ただ制服については丸善が肩パッド入れましょうってルドルフに進言して生徒会で議題に使用的なイベントありますが、それ見ると自由度はかなりなさそうな感じです。フィギュア並べてわかる通り制服は締め付け強くて、髪飾りやネイルは結構おおらかって感じでしょうかね。なんたってスイーピーの猫耳魔法棒でも OK ですからね。さて今回は特に気になるところもなかったんですが、いつものように 3D モデル回していきましょう。ちょっとガニ股っぽいのが脱力感あるネイチャっぽいポーズです。 3D モデルはウマ娘で最もよく見る絵面ですからね。見慣れた風合いなのであっさりした塗装でもよく見えます。 3D モデルは陰影あんまりないのであっさりめの塗装なこのプライズシリーズと相性いいですね。ではでは、ここまでナイスネイチャーを見てきましたが、特徴的な髪とひねた様子を感じる表情とポージングでネイチャらしいフィギュアです。もちろん商店街のマスコットになれる人当たりの良さもネイチャの魅力ですが、その辺はこのシリーズ的に買いが効きますからね。自信に満ち満ちた帝王の横であんなキラキラなんてできませんってってな感じが出てるこのフィギュアの方が好ましいですね。ただやはり左眉の角度で片目閉じて視野を巡らす自称参謀みたいな表情なのがちょっとらしくなさを感じますね。ほんのわずかな違いですが元絵通りなら良かったです。さてこのシリーズも DM オペラ王まで発表されてましたが、新たにライバルのメイションドトウとアドマイアベガが出るようですね。これだけ続くのも珍しいというか、ゲームのキャラがこれだけ出るのも記憶にないですね。ライザみたいに特定キャラだけいっぱい出るのはよく見ますけどね。ソシャゲはサービス期間とともにキャラも増えていきますから、個人的には衣装違いで同キャラいっぱいよりキャラ違いで増える方が好ましいので、このシリーズみたいな展開の方が嬉しいです。最後にネイチャといえば重賞勝ち馬の最年長で、最近も元気にしてる様子ですね。ウイニングチケットもモフモフで元気な様子ですし、G1 勝ち馬最年長としてネイチャさんに負けずに元気でいてほしいものです。ネイチャは9歳まで現役で、そろそろ35歳でお元気と息の長さは半端ないですね。功労馬の星として
今年もバースデードネーションが無事にあるようにお祈りしつつ、今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。また覗いてくださると嬉しいです。